チェンマイだいぶ自転車を使って回りましたが、まあ、いくら見て もう飽きないと言いたいですが、もう飽きました。いい加減次の街行きたいんで、ここインフォメーションですね。ここで多分バスの、あ、バスって書いてます。バスの予約ができるんで、こちらでちょっと次の街へ行くチケットを取ろうと思います。 I'm going to Pai tomorrow. Yes. How can I go there? We have the minivan. What? Minivan? Minivan. This one? Yeah. Oh. 9 or 10? 10 is better? 10 pick up 10, 10:30. The minute. 10. 10 o'clock? Yeah. 9. Yeah, I can wake up. Yeah. Thank you very much. コップンクラ。今日でチェンマイ滞在の終了です。今からパーイという、まあ、さらに北の小さな町へ向かいます。で、バスの時間が9時なんですけど、今から自転車返さないといけないんですよ。でこの自転車屋さんがオープンするのも9時なんで、これ乗り遅れるかもしれない。あ、やばい、いつもこうなんですよね。行きの飛行機も15分遅刻してジェットスター待たせましたが、待ってくれましたね、ジェットスター15分も。お、9時前に空いてます。やった、間に合いますね。40? あー、40バーツ100円取られました。これムカつく出費ですね。オーケーさん、コップンクラ。やばい。ちなみに朝の弁当買いました。ミロと水と、サンドイッチで32バーツ、約100円です。でなぜかこっちの人は350cc のカンカンでも、こういったペットボトルの水でもストローをつけてくれます。Thank you very much. コップンクラ。Thank you. さよなら。さよなら。コップンクラ。この辺りカーブが多くてゲロ吐き坂なんて呼ばれたりしてるらしいんですが、正直こんなカーブは大したことないです。運転手の運転が荒い、それでちょっと気持ち悪くなりました。